そんな両手両足投げ出して寝っ転がってはしたないですよ。しぐれちゃんも三人揃って大の字になって本当の姉妹みたいだね。なっちゃん。ごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。こうなっちゃうから。しょぼーん。なっちゃんはパワフルな猫だからね。もう割れたのはあずちゃんのお茶碗だし、問題ないね。大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。あずきのでよかった。じゃあ次はソフトに、ソフトに。あ、しぐれちゃんのお茶碗。